ベルーナドームです。埼玉西武ライオンズ対北海道日本ハムファイターズ、このゲームの模様をお送りいたします。ライオンズの先発は左のエンス、対するファイターズの先発は右の伊藤、この両投手の先発が発表されています。さあ間もなくプレイボールです。左のエンス、マウンドに上がりました。ファイターズ打線相手にどういった投球を見せるのか。さあ注目の立ち上がり、トップバッターはアルカンタラ、第9投げた、ストライク、まずは入れてきました。投球これから2球目、縦のカーブは空振り、これで追い込みました。追い込んで第3球をボール、投げました、打った、ショートバウンド、ボールを取った。外崎軽快な守備を見せました。右バッターボックスは2番八千、第9アウトロー、ボール、投球これから2球目、インロー見送ってストライク、投げました、見送ってボール、第4球を投げました、打ちました、ヒット、ヤチいいバッティングを見せました。さあワンアウトから先制のランナーが出ました。第9投げました、アウトコース低め、外れてボール、第2球投げました、内側いっぱい、決まってストライク、投げた、打ちました、サード左への打球、あっと弾いた、取れない、アウト、ライオンズ先制のピンチを迎えます。バッターは DH の野村、大きな声援が届いています。1球目ストレート空振り、いきなり150キロ、見送ってストライク、これで追い込みました。投げた、高め、ストレートは外れてボール、次が4球目、投げた、外角低め、空振り三振。リプレイをご覧ください。エンス、ツーアウト二塁のピンチでしたが、なんとか踏ん張りました。ライオンズ大事な立ち上がり、まずはゼロに抑えました。2回の表、これからファイターズの攻撃に入ります。先頭バッターは万波、第9初球空振り、149キロストレート、第2球投げた、このボールも空振り、投球は3球目、投げた、ボール、次は4球目、投げました、外角低めいっぱい、見逃し三振。第9投げました、初球を打ちました、取りました、これでツーアウト、ランナーありません。バッターは7番伏見、第9投げました、初球見送ってストライク、いきなり150キロ、縦のカーブ決まってストライク、タイミング合いません。第3球を投げました、アウトロー、空振り三振、エンス3安がうなります。エンス最後は空振り三振で仕留めました。2回の表が終わって0対0です。3回の表、1点を追いかけます。ファイターズの攻撃、トップバッターは磯畑、第9投げました、打った、ファール、初球ファールから第2球、外角低めいっぱい、ストライク、これで追い込みました。投げた、1球外した、ボール、さあ4球目、内角低め、空振り三振、2者連続三振になりました。右バッターボックスは9番江越、第9投げた、ボール、第2球見送ってストライク、第3球はインコース引っ張った、切れていきます、ファール、さあ4球目、変化球、空振り三振、三者連続三振、先ほどのプレーです。打順は1番に帰ってアルカンタラ、最初のバッターボックスはセカンドゴロに倒れています。1球目ストライクから豪快に引っ張った、わずかに三塁線切れました、ファール、150キロ直球、空振り三振、エンスナイスピッチング。さあリプレーです。エンス最後はスイングアウトの三振で仕留めました。3回の表が終わって1対0です。試合はこれから中盤4回に入ります。この回の先頭バッターは八千、直球見送ってストライク、第2球投げた、ボール、第3球を投げた、サークルチェンジはストライク、ワンボールツーストライク、追い込んでいます。投球これから5球目、打ちました、ライト前進、これはヤチナイスバッティングです。
右バッターボックスは3番松本、最初のバッターボックスはサードゴロに倒れています。ファーストランナーをちらっと見て第2球投げた、打ちました、当たり損ねのファーストゴロ、二塁フォースアウト、アウト、ゲッツー、ツーアウトランナーなくなりました。第9決まった、ストライク、いきなり150キロ投げました、カットボール見送ってストライク、追い込んでから第3球を外、空振り三振、エンス、3番がうなります。エンス、ナイスピッチングが続いています。4回の表が終わって2対0です。5回の表、これからファイターズの攻撃に入ります。先頭バッターは打った、一、二塁歓迎、山川一塁キャンバス踏んでアウト、これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは6番上川畑、投げました、見送ってストライク、投球これから2球目、アウトコース低めいっぱい、ストライク、これで追い込みました、空振り三振、エンス見事なピッチングです。バッターは7番伏見、今日の第1打席はスイングアウト、打った、流し打ち取って、これで3アウトチェンジ、エンスこの回きっちりと3人で抑えています。5回の表が終わって2対0です。ファイターズ追う展開で迎える6回です。バッターは今川、第9投げました、初球を打った、ショート右の当たり、アウト、これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは代打マルティネス、ファイターズ続けざまに代打を起用してきます。投げました、ストライク、まずは決めてきました、これはかすった形になりました。第3球はサークルチェンジ、ボール、外角低め、投げました、打ちました、外崎ボールを掴んだ、一塁送球、アウト、これでツーアウト、ランナーありません。打順はトップに帰ってアルカンタラ、今日はセカンドゴロと三振、初球はストライク、第2球投げた、危ない球、第3球は打ちました、これは打たされてキャッチャーフライ、取りました、これでスリーアウト、エンス、ここまできっちり2安打ピッチングが続いています。試合は終盤7回に入ります。トップバッターは八千、投げた、ボール、まずは外角低め、さあ次の投球、肩のカーブ見送ってストライク、第3球を投げた、打った、センターへ持っていった、センター前のヒットになります。八千、いいバッティングを見せました。バッターは3番松本、今日はサードゴロとファーストへの併殺だ。第2球投げた、ストライク、第3球を投げた、打った、一、二塁間、二塁送る、セカンドフォースアウト、一塁はセーフ、一塁はセーフ、併殺失敗。バッターは指名打者野村、ここまで2三振といいところがありません。さあ次の投球、ボール、第3球を投げました、3球目ストライク、第4球はアウトコース低め、空振り三振、低めの変化球でスイングアウトを取りました、投げました、初球外れても、第2球インコース引っ張った、ファール、第3球をランナースタート、ボールを2塁へ送った、盗塁を許します。ランナーを進められてしまいました。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。第4球はカットボールはボール、第5球投げました、低めストライク、さあ6球目投げました、外れました、フォアボールです。際どいところでしたがフォアボールです。第1球投げました、ストレート見送ってストライク、いきなり150キロ、カットボール見送ってストライク、第3球を投げた、1球外してボール、第4球は打ちました、外崎取った、一塁送球、アウト、スリーアウトチェンジ。リプレイをご覧ください。満員のベルーナドーム、ライオンズファンの願いが詰まった青いジェット風船が今舞い上がりました。8回の表、5点を追いかけます。ファイターズの攻撃、この回のトップバッターは伏見、今日は三振と、ファーストライナー、第2球投げた、打ちました、ショート正面、一塁へ送る、アウト、これでワンアウト、ランナーはありません。
バッターは8番今川。第9球外角低めいっぱいストライク、初球ストライクから縦のカーブボール。投球はこれから3球目。3球目ストライク、追い込んでいます。第4球を投げた、サークルチェンジ、空振り三振。バッターは9番マルティネス、今日2度目のバッターボックス。第9球投げた、直球ストライク、アウトローへ。さあ次の投球ストライク、振っていきましたがかすっただけ。追い込んで第3球を流し打ち、どうだ、ヒット。マルティネスナイスバッティングです。バッターはトップに帰ってアルカンタラ。第9球投げた、ストライク、まずは入れてきました。さあ次の投球ボール、第3球を投げました、外れたボール。第4球を投げました、打った、これは内野ゴロ。サードから二塁送球、二塁アウト、スリーアウトチェンジ。一塁ランナーマルティネス残塁に終わりました。8回の表が終わって5対0です。さあいよいよ最終回、先頭バッターは八千、今日はヒットは3本、ストレートはボール、まずは低め。投球これから2球目、ストライク。第3球を投げました、まっすぐ見送ってストライク。次が4球目投げました、インハイ際どい球ボール。第5球投げました、打ちました、切れていきます、ファール。投げた、流し打ち、うまくさばいています。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは3番松本、今日はここまで3打数ノーヒット。第2球見送ってストライク。第3球外角低め、直球は外れてボール。投げた、アウトロー、サークルチェンジ外れてボール。投げた、ストレートはボール。第6球を投げた、打ちました、いい当たり、センター前ヒット、クリーンヒットです。松本いいバッティング、ライオンズ見事勝利です。さて本日のヒーローたちのインタビューが間もなく行われます。本当に今日は2人とも大活躍でした。